でもさ、俺が言うのはいいけど、あのヒロってやつとヒデママがなんか偉そうなのはあれムカつくけどね、なんか。あれな、なんなの、あの人たちは。もちもち七たん。へいへい追い出せよ。いや、もうこれ以上はいじめみたいになっちゃうからいいや。かわいそうでしょ。あのさ、付き合う気もなくて利用してるっていう感じがひしひしと伝わるね。そう思わない？ひしひしと、でチンコしゃぶらせるぐらいはいいかなっていうのがひしひしと伝わってく。それを藤沢は言ってるんだよ。中途半端だよって。だネタでも付き合えばいいんだよ。じゃあ俺も口出さないのに。なんで今配信したの？え？閲覧流れてくるから。このタイミングでしょ。で純粋にちょっと。俺も家行きたいなって。久しぶりに。家行きたいなって。いいなって、へいへいばっかり。羨ましいなって。でも二人きりがいいらしいからね。邪魔なんだよ、俺は。招かねざる客なんだよ。つかちょっとね、ふわっち全体がちょっとやばいね。もう全体的にアイテム飛ばなくなってる。これやばいで、ふわっち。あの太郎くんとかもアイテム飛ばないからね。やばい、ちょっとこのサイト。始まった、あのまたヘラヘラしてる配信始まった、ヘラヘラ配信ヘラヘラ配信始まった、会員はどうだろう、名前ヘラヘラに変えたらいいのにね。へいへいヘラヘラしてさ、でかっこいいはかっこいいとかそんなリスナーしかいないでしょ。ダメだ、プロレスもね。あ、それからありがとうね、言ってやろうかな今から。久しぶりに叩き出してやろう、鍛え直してやろうか。で俺もね、こうやっていびられて育ってきてるから、これは別にね、愛なんだよ、わかる、俺も養分とかにいびられて今があるかな、昔からね。プロレスできないもん、聞いちゃってるもんね。ビドのネックレスつけてます。どう？似合う？愛はあるよ。へいへい嫌いじゃないよ。昔の俺見てるみたい。ヘラヘラして。昔の俺はあんなんだったから。線ちっちゃい。まあでもパルにもらったからね、これ。で
とんでもない話聞きました。とんでもない話、話は一気に変わるんですけど、何かしらちょっと500のやつで発表します。あ、土曜日足立区の花火大会、土曜日っていつ22か22、ヘイヘイにナイス負けてる、藤沢奈々に負けてる、これでいい、ヘイヘイには負けない、ヘイヘイのナイスは100人ぐらいだから、あとは奈々ちゃんのリスナー、集団いじめすんな。この世の中っていうのは過半数をもとにみんな生活してるよね。そうでしょ。そりゃ意見が違う人とか浮いてる人って浮いちゃうよね、どっちかっていうと、しょうがない、特にネットはそういう世界だから、何？行かないって、来なくていい。じゃあ500ナイスで、今日ね、ツナちゃんがキムちゃんの枠でこんな発言してました。私は家で自宅で栽培してる人の家に行ったことあるって、こんなこと言ったんだよ。家で栽培してる人、私は知ってるって。これ探り入れて めくっていい、ちょっと絶縁中だけど、やだ、逆に許せないよね。しかもふわっちの配信者で、マジお前大嫌い、 NG でした、さよなら。いや、面白くなるっつうか、じゃ仮にそうだったとして警察に行ってもすぐ動かないんだよ、多分。多分自宅を捜索するにも捜査令状っていうのが必要で時間かかるよね。でも通報だけしたはいいなと思って、だから配信のネタには多分ならないと思う、でもそんなやつがいるんだって、ふわっちに。で、現にツナも怪しいよね、その家に行ったことあるって言ってるから、おかしくない？いや、そこめくって潰さないとね、そういうやつは、ルイージみたいなやつは。ツナが嘘つくかな、そんな。ツナはね、嘘つかないと思うよ、きっと。草なんかみんなやってる時代なの、今。そうなの、若い子たちは。歌舞伎町とかみんなやってるの、東横キッズとか。まあ実際見た目変わんないもんね。
なんないうまいわこれ。やっぱアイスだね。で今日中華料理屋行っちゃった。中華料理屋で炭水化物取っちゃった。でさっきあの通話したからみんな多分大丈夫。もごり終わったらもう寄りつかないね。これ俺のおかげだから。さすがにカムバックしないと思う。そこまで度胸ない。あ、俺ね、ゆめきが好きなんだよ。みんなはね、嫌いか知らないけど、ゆめきカムバック編が見たいんだよ。俺ゆめき好きだわ。言い返してくるし、言い返してくるし、ゆめき。で、あのだるがらみが面白いね、酔っ払って。ゆめき入れてようと思うね。だって湧いてたよね、ゆめきの時ね。もうヘイヘイ飽きたよ。ヘイヘイはもうお腹いっぱいだよ。あの奈々ちゃんちょっと近々ちょっと夏でもちょっと一泊ぐらいさせて。俺も8月でもいいよ。8月ナイスやらないから、ちょっと久しぶりに会いたいとか行きたいよ。暇だし、で俺ね、一泊することってあんまないんだよ。半々ぐらいだよ。日帰りも多いからね。気使って帰るからね。最近は沸かしてないしね、力をちょっと借りたい。で8000人とかね、行くじゃん。8000人ぐらいふわっちでもなんかやると、ただ俺はチンコもしゃぶれないし、そういうことできないし、付き合う気もさらさらないから、そこが弱いんだよ。ヘイヘイはチンコしゃぶらせれるでしょ。で中にはしゃぶれるふわっち配信者もいるから、ちょっとそこがちょっと弱いんだよ。それできたらね強いんだけど、弱いでしょ。で村継ぐだから性欲すごいでしょあの人。で朝配信したらずっとね、なんかいろいろやってて、多分そういうことしたいんだよ多分。まあだから俺もちょっとデビューしようかな、次行ったら。やっぱね、もうふわっちは今やばい。もう誰がオワコンになってもおかしくない、俺そう思ってる。もう全体的にアイテム飛ばなくなってる今。危機的状況だね。でキャスの人ね、最近ね、ふわっちから TikTok 流れてるんだよ。TikTok。だからもう、そんなことを言ってる場合じゃないね。魂でも売ってやってかないと、厳しいと思う。で、奈々ちゃんが、ふわっちやって盛り上げてくれたら一番いいんだよ。言うなら。でもうしょうもない小競り合いとかがもう本当にバカみたいな。でナイスも海老蔵さんだけね、その小競り合いに入らずにずっと1位取ってね、いいとこ持ってってるから、ダメだよもう。もうその分スパークにかけてるね。スパークに。
スパークにかけてます。あ、みんなも見に来るでしょ、スパークは。さすがに27日は面白いから見に来てね。ふわっち、あの会場じゃなくて配信で無料で見れるから、ふわっちで見てよ。会場はね来なくていいけど、暑いし、夕方5時から、夕方5時からなんで、大の俺の配信で多分やる。でサーバー落ちたらパルのツイキャスでやるから多分過去最高やつらに行くんで、サーバー落ちるかもしれん。いや2万人とかじゃないね、もう3万人は固いと思ってる。ペンギン枠でやります。27日夕方5時から。あ、チケットがね7分で完売した。席数が少ないから、配信メインなんで。で俺の肉体美見れるからね、脱ぎます。久しぶりに脱ぐからね、体見てね、引き締まった体いい体してるから。でお腹も引っ込んでる当日までは。配信見てね。だからちょっとヘイヘイの次ぐらい順番待ちで行きたいけどな。あれヘイヘイって配信始まってないやん。ツイキャス行った？やってないの？ペロペロタイム1500ナイス達成したから。ペロペロタイム、どういうこと？たかしの家に何？税務署が来たの？どういうこと？税務署がなんで？税務署って何の税務署？地元の税務署？税務署来て書類をたくさん持ってきてる。たかし脱税してるの？たかし脱税してるの？もしかして。で基本的に税務調査とかって通知が来るけど、いきなり訪問するって悪質な人にしか多分訪問しないと思うよ。でいきなりもう許可も得てるから、多分警察庁にね。で家も調べれるんだよ、国税は力があるから。で家中調べられて通知無視してるってことで、冷蔵庫の中とかもうどこでも見られるよ。あと台所のこの開けるとこまでね、下の床敷とことか全部見られるんだよ、隠し金ないか。でお金ありません、払えませんって言うと、じゃあこのテレビお金になりますねってどんどん差し押さえするんだよ、車とか全部、隅々まで、ケツの穴まで見られるからね。ちょっと脱いでくださいって言われて四つん這いにさせられてね、ケツの穴に万札突っ込んでないか見られるから、そのレベルだよ。靴下も脱がされるからね。あの薬物とかのやつってここの靴下の底に入れたりするんだよ。全部脱がされる。でカツラも髪引っ張られるよ、カツラじゃないか。
なんで知ってるの？警察24時で見た。警察24時で、うん、昔好きでね、金曜日かなんかの夜に見てたんだよ、警察24時、うん、あ、面白いよね、あれね。ななちゃん今ペロペロタイムなんでしょ。1500のやつ言ってたもんね、うん、ストックも消化したのかな、ストックも、うん、ストックゼロ、うん、毎日ペロペロタイムあるじゃん。気持ち悪い、ほんと体張りすぎでしょ、うん、だったらさ、まだ富士山登った方がよくない？富士山で、あの、たかしの弟もお金ないんだったら歩いたりとか富士山登ったり体張った方がよくない？切羽詰まってんなら、うん、あつしくはずっと家にいてさ、金ない金ないってやっててもダメだからね、で人にね頼るのもあれだから、うん、なんかした方がいいんじゃない？携帯が借りれないってこと、ブラックで借りれないってこと。なるほど、携帯が手に入らない、携帯は買えるけどってことね。だから Wi-Fi がないと配信できないってことか。あ、それどうしたらいいんだろうね。いや、会うのつか、会いたいなっていうやつ、すいません。ゼロワンナイス、いやもうオワコンだから仕方ないよ、押してくれないから。だから危機感感じてるんだよ、もう、うん、来ていいよって言ってないでしょ。それは疲れて当たり前だよね。だって奈々ちゃんって朝の配信4時間多分多少疲れると思うんだよね。でもヘイヘイは別に疲れないんだよ。なんでかっつったら意識が少ないでしょ、配信に対しての。でも俺は行ったらしっかり配信やるし巻き込むから、そりゃ疲れるでしょ。どっちが正しいの？ダラ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 してるよりはいろんなことをするでしょ、普通なら、うん、ちゃんと二人で配信やるよ、当たり前の疲れて、うん、そうだから疲れるんだよ、はい、配信してるからね俺が。であれやろうこれやろうとか、あれ行こうこれ行こうって始まるでしょ俺が。こうしようああしようとかね、でこれ食べたいあれ食べたいとかって始まるでしょ、うん、でもそういうのってコメント見て俺は展開作ってるよ。リスナーと話して、じゃあこれやろうあれやろうとかね、花火大会行こうああ行こうってやってんのよ。普通でしょそんな。ヘイヘイみたいに何しようかなとかって言ってるのがおかしいから、うん、大チャンスなのにね、うん、で、奈々ちゃんリスナーにね少しでも名前覚えてもらって俺の枠も来てくれるように頑張るわけじゃん、うん、あのね中途半端な売名してるからリスナーが流れてこない、うん、とことん売名しないと、これでもかっていうぐらいね、うん、で媚び売ってちゃんとコメント拾ってアイテムにちゃんとお礼言ってね、うん、あこいつもたまに行ってやろうかなと思ってもらわないと、うん、うん、あのさ、閲覧3000人ってさ、
どんだけ苦労してね叩き出す数字なの分かってないんだよ、うん、当たり前に思ってるんだよ見てもらうのがね当たり前、うん、奈々ちゃんいる時はもう当たり前と思ってるんだよ、うん、でもはっきり言って少ないよやつら奈々ちゃんちいて、うん、3000人っていうのはちょっと少ないよでちょっと電話して3800人とかでしょあれはちょっと少ないと思うよ、うん、もっと増えると思うよちゃんと配信頑張れば、うん、気持ちはあれあの寝転がんでたらこうさ尻とか触るあれねもう色恋だねうんなあの手つき偉そうに人の藤沢を触りやがってで正解は邪魔だからケツを蹴飛ばすのがいいんだよ邪魔って言ってね、うん、それでしないでしょこう撫でてるでしょこうよしよし蹴飛ばして突き落としたらいいんだよ、うん、それできないでしょ、うん、だから追い出されるぐらい攻めなきゃいけないんだよ展開作るにはうんでビンタされるぐらいはあのしないとダメ、うん、あの藤沢にビンタされて一人前だからね殴られて殴られるぐらいはもうはしゃがないとあの遊園地来てるようなもんなんだからあそこはねディズニーランドと一緒なんだよディズニーランド配信者にとってね閲覧も来るリスナーもねいっぱい来るやばよくばアイテムも投げてくれるナイスもね、たくさん増える夢の国なんだよ、うん、夢の国ではしゃがないで何のために行くのっていうでしょう、はしゃぐでしょ、普通、うん、楽しくて仕方ないじゃん違う夢の国行きたいよ夢の国、うん、でナイスも中途半端でしょ夢木はね1位とかだったよ、うん、1位目指すわけでもなくとりあえずやってねあの1500ぐらいもらったらいいかなって情けないよね、うん、本当に中途半端でもともと付き合ってた子がねふわっちの青白猫たんって子なんだよ中途半端でしょ、うん、もう止まんないよねもう、うん、どうしようもう、うん、夢気を夢気じゃないヘイヘイ許さないにしようかな、うん、もう火がついてきちゃう最近ちょっとストレス溜まってるかもストレスがうんへいへいに八つ当たりしてるかもしれない、うん、なんでナイス総合3位を狙うのモンジョリチート使って1位狙えよ違うのでエビゾを倒せよ中途半端に本当にで中途半端にチンコだけしゃぶらせて付き合えよ奈々ちゃんだって別れて昇進中なんじゃないうん、だから勝手に来たらどうしようどうしようって言いながらも入れてるわけじゃん家にねえ嫌そうな雰囲気出しながら結局入れてるっていうのは寂しいんでしょ、うん、あれ彼女いるんじゃない、うん、配信舐めてるよがむしゃらにやれよもっとがむしゃらにね、うんなんかずっと夜中までずっとつけてたよ、うん、配信外なんかないから、うん、夜中までずっとやってるよ夢の国なんだからクタクタになるまで、うん、ということですね、うん
12時以降ダメ。じゃあ外行ってでもやるよね。うん、外行ってでも、で近くのどっか公園でも行ってやるよ。いや彼女はいないんじゃない、さすがに。うん、でもみんなさ、彼氏が奈々ちゃんにチンコだけしゃぶらせていいってお願いされたらどうする？しゃぶらせるぐらい許可する？でちゃんと綺麗に洗うからって。うん、無理か。うん、でもちゃんとお金稼いでくるんだよ、仕事としてね。でしっかりと配信者として有名になって夢を応援してあげたらいいじゃん。違う？だいたい20万から50万ぐらいだからね、稼ぎが。それが100万になるかもしれないんだよ。したらペロペロぐらいさせてもいいんじゃない？うん、ね、嫌だ。だったらいつまでも中途半端でもいいってこと？ディオールも買ってくれるんじゃない？うん、ディオールも。で洗えば別に綺麗になるじゃん。うん、まあ俺は無理だな。俺はね、だって女にそんなことさせないもん。俺は自分で頑張るから。俺はね、男だから。つか夢機を投入するわ。うん、夢機がやっぱいいよ。俺夢機好きだもん。夢機に行けっていうのはチェンジさせよ。うん、たくまダメ。たくまはね、ほんとダメだ。うん、たくまはね、勘違いしちゃうからね。あんまりダメ。うん、でゆめき電話出ないでしょ。本当にやる気ないんだよ、ゆめきって。本当ダメだね。部長山田しかないわ。うん、あでも部長山田、奈々ちゃん無理って言ってたね。部長山田は無理って言ってたか。部長山田ダメなんだ。痩せ型がいいから。やっぱりね、あの藤沢と絡むと落ちてくっていう部分で、レイ君がねフィリピンに行ってもうめちゃくちゃ落ちてるけど、どう思う？もうすっかり顔がフィリピン人みたいになってるんだけど、うん、あれ帰ってこないぞ、あの子ね。え、金髪にして刈り上げてさ、フィリピン料理毎日食べてるでしょ。ねえ、串に何か硬そうな肉食ってるじゃん。ハーフだってシルバープラスまで落ちてなかった？シルプラ、これ結構人気あったのに。やっぱ維持できないね。ツイキャスやってるの？ツイキャスが人気あるの？それならいいんだろうけど。あ、キャスがメインなんだ。あ、じゃあそこまでリサーチしてないわ。ツイキャスで500人ぐらいいるってこと？なんか最近多いよね。ポルポンもそうだもんね、両立してやってるし。両方中途半端だったらどっちかに専念した方がよくない？うん、ダスみたいにさ。ねえ、ダスはツイキャス ほとんどメインでしょ。うん、ダスはいいんじゃない？伸びてるんじゃない？うん、ねえ、水にゃんでね、伸びたじゃん、ダスは。
でポルポンもちょっと勘違いしてて、俺は相談凸町で1000人呼ぶって誇らしく言ってるんだけど、あの寝てるね700人を入れちゃってるから夜中の閲覧ってで、どやってるじゃん、寝てるだけなのにどやってるから、うん、で多分朝とかでも起きてる時間帯にやっても多分1000人いかないんじゃない、多分ポルポン、うん、夜中はやっぱね閲覧伸びるもん、寝ていくからね。だって俺あのラジオやるじゃん夜中に、ふわっちね、ふわっち4時間しかできないけど結構ねやっぱ伸びてくもん、じわ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 で1000人ぐらい行くんだよラジオでもね。ナーボーさんも半分ぐらい多分寝落ち勢だと思うよ、おそらく。このネックレス本物です、ヴィトンのねネックレスで、プラダのハットで、全然あの最近ブランド興味ないんだけど、やっぱ自然と身につけるものが変わっていくね、うん、やっぱ小金持ちになると自然とね、うん、で11月までに車も買います、うん、だから3000人だから夜中よりやっぱ落ちるからあれなんちゃう、うん、だから車買ったら奈々ちゃんはじめに乗ってもらおうかな、助手席に。どう、俺の大企画、うん、奈々ちゃんを助手席に乗ってもらおうかな、うん、で俺これへいへいビルとかもうねしてるけど、ゆめきとか俺も奈々ちゃんち行って伸びた配信者だから、これは間違いない、売名してもらってね藤沢さんに、うん、だからジョリーズジュニアの OB なんだよ俺は。で元祖が養分でしょ、で養分の次ぐらいだから、うん、お世話になってるからね、 OB なんだよ。つか奈々ちゃんの誕生日っていつ、もう今年から誕生日お祝いなんか送ろうかなと思ってて、したら自分のやつも送ってくれるから11月か、でマリオも11日だし、なるほどね、なんかプレゼント送るわ、初めて祝ったことなかったからね11月6日で、まだなかなか企画やるんだろうね、去年はバンジーやってたよね確か、違ったっけな、誕生日だよねあれ、うん、やってたよね10人ぐらいで、で最高閲覧行ったんじゃなかった、2万人とか行ったんじゃなかった、違った、うん、そうだよね、はよタイトル通り動けよ、あの会いたくても勝手に行っちゃダメだよね、うん、だかんあのツナちゃんイメージしてます、うん、こう会いたいって言ってるだけっていう、ツナちゃんっぽい感じ、これビール飲んでないけど、うん、電話して、で分かるもん、2人でイチャイチャしたいんだよあいつら違う、ヘイヘイは違うよ、ヘイヘイは利用してるでしょ、でナナちゃんはイチャイチャしたいんだよ2人で、そう思わない、で邪魔なんだよ俺、うんね、あのペロペロしたり一緒に添い寝したり一緒にねまったりお話ししたりしたいんだよきっとね、うん、で藤沢さんのずるいところは本心を配信で言わないから、もう帰ったらいいじゃないとかね言うでしょ、本当は一緒にいたいんだよ、うん、でなんでじゃあ帰ったらいいのにとかって言うってことは男を試してるんだよね、うん、あの人はね試すんだよ、帰ればいいじゃんとか来なくていいよとか反対のこと言って試すんだよ男そういう性格なんだよ、
でわざと冷たくするんだよ。で相手の出方を伺うの。うん。であざといっていうか駆け引きなんだよね。うん。で来なくていい来なくていいって言って内心来てほしいけど来たら可愛いね来てくれたのって言って入れるんだよ。そういう性格なんだよ。うん。俺はね、すべてわかるね。うん。だから言うなら、藤沢さんが振り回してる。うん、リスナーさんのこと。で、リスナーには、来たらどうしたらいいの？どうやって追い返したらいいの？私頭回らないからみんな考えてよとか言って、コメント稼いでやるんだよ。釘付けにさせるんだよ。うん、そこら辺が天才的なんだよ、うん、すごいでしょ。これ知らない人はそうだからね、うん、そうやって展開を作るの。展開をね、うん、でふわっちの配信者バカは分かんないから使いやすいんだよ。でツイキャスの人には見抜かれるから、あとツイキャスの配信者を舐めてないから、ツイキャスの配信者はそういうことしないの。おもちゃにするには、あとチンペロするにはやっぱふわっち配信者がちょうどいいんだよ。奈々ちゃんからしたら扱いやすいし、うん、じゃチンコペロペロしてなんか取り上げられてもふわっち配信者なんか微動だにしないでしょ。うん。じゃあね、石川のりゆきさんね、チンコペロペロしたらちょっとやばいでしょ、うん、とかあのイケカテとかね、あの三浦雄星くんとかのチンコしゃぶる度胸ないよ。あの人は多分舐めれないと思うよ。だって同じキャスだし、うん、炎上するしね、うん、でもヘイヘイだったら何も影響ないじゃん。でしょ？なんか暴露されても、うん、またネタないし売名だからぐらいに言えるでしょ、うん、考えてるんだよ、うん、へいへい石川知らないって言ってもへいへいやめろよ配信者。で俺がね、まあ俺もふわっち 5年3ヶ月ぐらいやってるけど、なんとね、あのニコ生の4眼の一人の石川さんに話題にされました。なんかさ、俺ゼロ眼と一回喋りたいんだよね。あいつ結構配信でも喋るやん、自分の放送では。うーんとか言いながらさ、そんなんねとか言いながらなんか喋るやんか。だからなんか俺と絡むとさ、めっちゃペコペコするやん。でも正直ゼロワン結構しっかり配信も持ってるし、俺はなんかすげえやつだなと思ってるんだけど。すごいやつって、うん、なんかまあ俺にはやらないネタでできないネタでやってるし、だからなんかちゃんと喋ったことなくて、ちょいちょいリアトツとかでなんかおふざけ系が多いから、なんかいつかはなんか2人で喋ってみたいな。だって、うん、そうそうそう、不安地の王だし、そう、すごくない、ね、絡まなくてもいいんでプラスなら。いや俺ね、あんまプラスマイナスはあんま考えないのよ。マイナスが大きくなければいいのよ。別にさ、人と絡むときにプラスばっか考えてたらさ、絡む人限られるしさ、ねえ、それこそなっていう感じする。俺はだから自分が絡みたかったら別に、ただそれだけ。喋りたい人と喋りたい、うん、ノリトーク。いやそれもちょっとタイトル大きすぎるねって言われてるんだよ。ヘイヘイさ、ノリちゃんに名前すら覚えてもらってないでしょ。違う、うん、でポルポンとか
なんかキャスかじってる人、まずふわっちで認められてから行けば、和田金とかね。で、奈々ちゃんがツイッターのヘッダーを変えたでしょ。これこれさんと石川さんのこう両手組んでるやつで、奈々ちゃんそれやっぱ石川さんは尊敬してるんだよ。その人に俺こう言われてるんだよ。わかる？うん。でも配信しててよかったなっていう。だから多少へいへいに言ったっていいでしょ俺も。うん、石川さんにすげえやつって言わせたんだから、ちょっとぐらい言ったっていいじゃん。アドバイスしたって嫌いで言ってるわけじゃないんだよ。もったいないなって言ってるの。あと失礼なことを言うでしょ。モグゴリのモグゴリがメインだからとかね。あのモグゴリでゲストするよりも奈々ちゃん家で配信した方が倍名になるんだよ。そう思わない？違う？どっちが倍名になるの？モグゴリやるのと閲覧も全然違うじゃん。うん、でもモグゴリなんかヘイヘイやったで500人ぐらいでしょどうせ。うん、でもモグゴリのゲストをやるっていうのがまあ一応名誉なことではあるよね。うん、俺もアイコと絡んでバズった時に連絡来て嬉しかったもん4年前ね。うん、で名前に付けててね、モグゴリやるってで、リスナーも当時喜んでくれたんだよ、すごいねって、うん、でもね一生懸命人集めたよ4年前、うん、みんなにね営業してちょっとでも、であとリスナーさんにも営業してね頑張ったよ自分なりに。うん、で結構売り上げ上げたって褒められたよ。うん、で出来になったけどね。うん、今思うとすごいよね。物同時してなかったね当時は。だって愛子呼んでキスしてたんだよ俺。すごくない？沸かしてたよね。沸かしたよね。うん。そう。で養分に拉致されたって言ってね嘘ついて沸かしたよね。うん、ネタを提供したよ TGA さんにね、ネタをそれぐらいやってくれないとね平平も。うん、であとゆまるがゲストやるとかね8月4日に、うん、うるせえよ本当に。誰が見るの？見る？みんなゆまるちゃんのゲスト。でただなんかポンスケのなんか手違い事件があったでしょ。でちょっと俺もあったんじゃないかなってちょっと思ってる。大丈夫かな。ちょっと俺のやつもう改めて五長さんとか調べてほしいね。うん、まあ給料14万だったから、うん、ナイスポチした、ありがとう、ナイスをしてください。でちょっと匂わせるわここで配信終わって、はい、でちょっと出かけます、ちょっと匂わしとくね。うん、いいリスナーさん最高。ちょっと匂わせるわ、どこ行くかちょっと匂わしとく。うん、今日ずっとトレーニングちょっと行けないね。うん、ちょっとヒーローさんに断らないと、謝罪しないと。で俺が行くとやっぱいじめになるしね。でいじめはしたくないから、うん、だって俺というカリスマが言ったらもうヘイヘイが薄れてかわいそうでしょ。うん、で余計いらないいらないになっちゃうからかわいそうだから、そこまで追い詰めることはしたくないし、奈々ちゃんも多分2人でイチャイチャしたいだろうから、
そこら辺空気読むよ。アスペじゃないんで僕は。カリスマ、あのフワッチでは一応カリスマなんで、うん、ね、このちっちゃな世界では一応僕カリスマやってるんで、フワッチでは認めてほしい。でツイキャス行ったら他にカリスマいるでしょ。で YouTube 行ったらヒカルがカリスマでしょ。うん、フワッチは一応カリスマなの俺は。うん、このちっちゃな世界でね。うん、でもじゃあツイキャス行ったらカリスマじゃないよ。うん。それはそうよ。それニコ生言ってもそうだけど、うん、そういうことなんでね。自分で言うんだって、いやそこまで感じがしてないですよ、うん、キャスではゴミじゃないよ、もうゴミクズだね、うん、ゴミクソ数クソだね本当に、うん、ゴミじゃ足りないよね、うん、もっとつけてほしいぐらいのレベルだと思ってる。ツイキャスじゃ、うん、でもまあそこそこはいくんじゃない。あの狛江には負ける気はしない、うん、ツイキャス行っても、うん、狛江くんには負ける気しないよ、うん、それぐらいのレベルだと思う、うん、いや狛江には勝てる自信ある。うん、でも小町くんってなるとちょっと1年ぐらいやらないとなっていう感じ、うん、どう俺の分析間違ってる、うん、じゃあヒーローさんも来れたらでいいんでって言ってたから大丈夫ですよ。そこはちゃんとコミュニケーション取れてるから、発言に気をつけないよ。マンコ舐めたい。ペロ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 。うん、でマンジュルを吸いたいよね。もうムラワンになってる。もうやばいぐらい。もう盛ってるね。ナナちゃんマンコじゃないじゃん。チンコじゃん。あ、ヒーローさんすいません。ちょっと匂わせなくちゃいけなくて申し訳ないです。じゃあケツナナも舐めれるぐらいムラついてる、うん、そういう時ない、ずっとしてないから、ね、でも俺好きな女だったら全然舐めれるよ。好きな女だったら別に抵抗一切ない。いや最近モテなくて、なんかね、変になんか壁を作っちゃってモテなくなっちゃった、うん、なんか理想高いって思われてもなんかモテなくなっちゃった、残念なことに。だからヘイヘイぐらいの知名度の時が一番なんかパコパコしてたかな、うん、もう今はなんかね、モテなくなっちゃった、全然連絡も来ない。昔はね、モテたっていうか、なんかやりまくってたけど、最近はちょっと、うん、魅力なくなったのかな。最近魅力ない？うん、落ち着きなおじさんになっちゃった。太ったし。ダメ？これじゃね、モテたい。うん、痩せて、うん、ちょっと痩せるわ、うん、ちょっと今日は粉振ってません。最近ここに粉を振ってるんだよ、ハゲハゲ言われるから。今日粉なしで、うん、モテたいわ。ガチ恋募集中です。ガチ恋、ガチ恋募集してます。私好きでも、配信で好きでも全然、ね、こうリアルでとかじゃないでしょ、うん、
ガチ恋ちょっと最近いないね。うん、ガチ恋が。いや何歳でもいいですけど、いや本当モテないんだって、連絡来なくなったよ一切。いや高校生はダメ、18歳以上で、あんま上すぎても嫌だから、まあ47ぐらいまで、 10歳ぐらい上で、うん、それ以上上はちょっとね、うん、70はちょっと厳しいでしょ、うん、70歳は壊しちゃうんだね、骨とか折れちゃうんだね、おばあちゃんこれ98キロあるしね、潰れちゃうやん、もう終わり、ちょっと出かけてくるわ、うん会いたい人がいる、会いたい人がで、夜はちょっと配信できないかも、わかんないけど、まあ、展開次第でやるんですけど、で明日ね、明日9時に出発ね、パルパルと富士山、はい、で明日パルパルが一番最難関の上級者向けの御殿場コース挑戦するんで、それちょっと送迎します。で俺は待機しとく、うん、待機しとく、150キロが登る姿を応援してあげてほしい明日ね。でかやちゃんパルト出発してかやちゃん拾って行こうと思ってる。でマリオも一緒に行くからワンライブ揃います、久しぶりに4人で、登った組と今から登る組、はいそういう感じで、じゃあ少し短いですけどありがとうございました、はい、ちょっとねダラダラ今日はやらないんで、ありがとうねリスナーさん、ナイスだけ押しといて、あと30秒、みんなありがとうね、藤沢会いたいよ、俺のチンコだったらナイスいらない、タダでしゃぶらしてやる、いつでも連絡してこい